市場古墳群は、奈良県柏原市市場町にある古墳群。2019年時点で14基が確認されているが、いずれも後世に破壊され、市場に墳球としては存在しない埋没古墳である。市場古墳群源水勢両源、神無量藤原家における市奈良盆地南部、うねび山北東の市場町交差点付近に位置し、古墳時代中期前半から、 後期前半にかけて営まれた古墳群である。一帯は藤原家の域内にあたり、7世紀末の藤原共造営に伴い、墳給が作兵されて、集合も埋め立てられたとされる。1987年の第一次発掘調査において初めて古墳が見つかり、その後山と高田バイパスの建設に伴う調査の必要もあって、 計31時の調査が行われた結果、2019年時点で14基の古墳が発見されている。墳球作兵のため古墳の主体部分は明らかでないが、集合からは堀の埋め立てで水分を含んだことによって多くの木製品が良好な保存状態で見つかっている。特に1号墳では作り出付き方墳としての全容が明らかとなり、多数の葉には木製品が確認されている。 調査では、古墳の他に、古墳時代の集落跡も発見され、それらは、古墳と合わせて、史上遺跡と総称される。古墳群付近には、初代神武天皇陵第二代水贅天皇陵があり、これら初期天皇陵と、古墳群との関連性も指摘される。主墳は7号分、2号分、1号分の順に、営まれたとみられ、中期後半から中期末にかけてが、 古墳群の最盛期と見られる。史上1号墳2017年度発掘調査時。史上1号墳は、古墳。史上古墳群のうち初めて見つかった古墳で、1987年以後に、柏原考古学研究所などによる発掘調査が実施されている。墳丘は、藤原共造政治に破壊されて、盛り土が失われているが、元来は、法径で、 南北約32メートル、東西約40メートルを測る。噴球西側には、長さ9メートル、幅14メートルの台形の作り出が付される。噴球周囲には二重の集合が巡らされ、集合を含めた古噴全長は、南北約60メートル、東西推定75メートルを測る。内堀は幅6メートル、 深さ約0.8から1.2メートル、周津みは幅約6メートルを測る。外掘り幅は北辺で最大幅約6メートル、深さ0.5メートルを測るが、浅く不整形であるため、周津積み築造の目的のための掘削と推測される。主体部の埋葬施設は作兵のため明らかでない。内掘り部分からは、多数の木製品及び、埴輪が出土しており、特に木製品は、 木製埴輪も含んで良好な状態で大量に出土している。これらの木製品の多くは埴輪とともに古墳の周囲を囲うために用いられたとされる。築造時期は古墳時代中期の5世紀末頃と推定される。上、神武天皇陵下水勢天皇陵四条古墳群に近接する天皇陵として7号墳の南100メートルの地に第2代、 水勢天皇陵に自乗される給料、塚山が、そのさらに南南西約350メートルの地には、初代神武天皇陵に自乗される給料、未散材がある。ただし、現在の神武天皇陵、水勢天皇陵は、幕末の事情によるものであり、塚山を神武天皇陵に否定する説も古くから存在する。塚山、未散在とも現在は、天皇梁に事情されているため、 考古学的詳細は明らかでない。塚山は直径約30メートルの噴球を持つことから円噴であると見られ、その場合は四条古噴群の構成古噴の一つになる。また、未散材も、葉には末期等が確認されたことからもともと古噴であった可能性があり、四条古噴群の構成古噴であった可能性もある。文献上では、日本初期、 天武天皇元年7月23日上において天武天皇が神山といわれ彦の天皇の寮に馬や兵器を建て祀ったとみえ藤原共造英以前から神武天皇寮が存在したことが知られる一般に神武天皇は思想として創造された人物とする説が有力的であるため一説には天武朝頃に思想寮を創造する必要が生じ当地に 元からあった未散材が作兵されずに転用されたと推測する説があり、その思想量創造と藤原家建設計画に関連性を見る説もある。一方、神武天皇の私的実在性を認める論者からは、うねびさんの丸山やその周辺に神武天皇陵を否定する説が有力で、天武町に修復整備されたことは考えられても、この時に心臓、 または転用されたと見る説には疑問が大きいとされる。六七世紀に思想の墓が作られのなら、なぜ同時代の古墳が多く残存する中、重要な思想の墓が行方不明となってしまったのかも不明である。また、古代の東アジア地域で架空の人物について両母を作るという風習が存在した証拠がなく、こういった疑問を解消できない限り同説は、 破綻しているとされる。なお、神武天皇陵の領域に関しては、もともとは大久保寺の地域であったとする説もある。この説では、神武天皇陵の事情前にあった昇級が、包茎の土壇場であったということや、周辺の、等、垣打ちのあざなから、その昇級が本来は、大久保寺の陶器団の一部であった可能性が指摘される。なお、大久保寺自体を、 神武天皇陵の領事や墓返事としての回帰とする説もある。ありがとうございます。